い、東京お台場フジテレビに来ています。東京曇っていますが、ちょっと風強くて寒いですね。なるほど。寺田慎二郎先生、しんちゃんが今月30日の昭和1000人集客イベントに向けてラストスパート頑張っているということで、私もしんちゃんを応援しに東京まで来ちゃいました。ファンだね。フライパンをマイクに持ち替えて、そうです、最近は毎日のポカポカ出演だけでなく週末も歌っているしんちゃん、応援したい気持ちは石川県民の皆さんも一緒だと思います、はい。うん、ただリフレッシュとしてはやっぱりしんちゃんにお料理作ってほしいということで、行きましょう、出張お台場でイケメンズキッチン。しんちゃんに今日は料理を作ってもらいます。炊飯器持ってる。そう、石川県からじゃあ持ってきました、早速しんちゃんに会いに行きたいんですが、ちょっと私フジテレビに来てびっくり、フジテレビ恐竜で盛り上がってるんですよ。何ですか？北陸新幹線が福井県敦賀まで延伸したということで、福井県からなんと恐竜がちょっとやってきているということなんですが、わあ、本当だ。こちらイベント、そう、明日からお台場恐竜博覧会が開かれるんです、恐竜の化石標本や大型ロボットの展示だけでなく、さらには化石発掘体験など楽しいイベント盛りだくさんです、フジテレビも恐竜、そして北陸新幹線延伸で盛り上がっています、では早速しんちゃんに会いに行きましょう。しんちゃん、どこにいるの、しんちゃん。すごい、はい、さあ、出張お台場でイケメンズキッチンです。お台場におざちゃんが行っていますんで、さあどうなることやら、呼んでみましょう、おざちゃん。はい、今日は東京お台場に来ています。私は現在フジテレビの中にお邪魔しています。見たことあるな、なんかその背景。そしてここが、はい、そうなんです、本番前の練習をするリハーサル室なんですが、はい、なんと本番前の寺田さんだけでなく、昭和の皆さんが今日は来てくれました。お願いします。すごい、ありがとうございます。せーの、昭和です。昭和、昭和です。いつものあのポーズも飛び出しました、もう皆さん本当にキラキラで、近くで見るともうスタイルも良くて、私、ちょっとときめいちゃうんですけど、なんか乗り込んだけど、しんちゃん、こんな目の手だったかな。寺田先生、私追いかけて東京まで来ちゃいました。今日は出張イケメンズキッチンです。どうですか？嬉しい。いつもスタジオでやって、まさか東京に来てくださるとは思わなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。きっと今スタジオの皆さんも喜んでると思いますが、はい、今日も美味しいお料理、そうですね、今日もお届けしますので、皆さん見てください。はい、そしてせっかく来てくださいました昭和の皆さんにちょっと話聞いていきたいんですが、山本さん、ズバリ普段の寺田先生どんなリーダーですか？僕あの楽屋だと隣の席が多いんですけど、もうあのすごいんですよ、荷物のスペース僕のところまでいつも使うタイプで、料理の時めっちゃすごいしっかりしてるんですけど、結構ね、結構荒らすんです。荒らしがちリーダーですか？です、ね、結構陣地を大きく取っちゃう。あらあら、向井山さんどうですか？普段普段はあの美味しいご飯屋さんをあの、探してくれて、あの時々ご馳走してくれるお兄さん。ちょっと荒らしがちリーダーから面倒見のリーダーの一面まで、おおすごい、しっかりいいポイントも伝えてくれました。いいね、いいです。噛んじゃってる。でも本当に和気あいあい楽しそうなんですが、塩田さんどうですか、雰囲気いいんじゃないですか昭和。そうですね、結構みんなメンバー同士もいろいろと仲いいと思うんですけども、どうでしょうか青山さん。よくあのリーダーしんちゃんの家によくご飯ね、食べたりとかするんですよ。そうなんですね、じゃあ料理も井口さんも皆さんも食べたことあるということで。はい、もうあります。あのメンバーがこれ食べたいですって言ったら全部作ってくれて、すごい、見事にあの胃袋わしづかみされてます僕たち。お母さんじゃない、しんちゃんもハートもがっちりつかまれてるわけですね。ちょっといいですね、しんちゃんいいリーダーですね。そうですね、もうご飯でもう胃袋つかんでるんで、もう多分大丈夫と思います。大丈夫です。餌をいっぱい与えてるので、新婚みたいな、すごい楽しそうに伝わってきますが、どうですかスタジオの皆さん、ちょっとせっかくですから昭和の皆さんに聞きたいことあるんじゃないですか。じゃあ私から行きましょうか。エリさん行く、お願いします。リーダーのしんちゃんが噛みすぎてるので、実は自分の方が MC うまくできると思ってる人。ちょっとしんちゃん喋るとき噛みがちなんですが、実は自分の方がもっとうまくリーダー喋れるって思ってる人いますか？おいおいおい、すごいすごいすごい、あなたは噛み噛みだから。ダチョウクラブみたいな、まさかのみんな。ちょっと皆さん喋りにはしんちゃんより自信ありな感じですね。そうね、確かに、
僕は最初 MC だったんですけど、うん、途中から MC バトンタッチしてすでに世代交代なんですね。そうですいつもしんちゃんのイメージだけど早かったです、うん、あそうですか。じゃあちょっと MC 交代の危機もありますが、うん、しんちゃんどうですか今日。せっかくですからイケメンズキッチン何作っていきましょう今日ですね、うん、みんな結構レッスン後とかで結構お腹が空いてることが多いので手軽にできる今日は金沢の食材を使ったおにぎりを紹介したいと思います。おにぎりちょっと意外な食材も使っているので楽しみにしてください。素晴らしい。今日の皆さんもそしてテレビの前の皆さんもぜひ期待してほしいです、うん、さあコマーシャルの後はお台場で生クッキング石川の食材を使ったしんちゃん流おにぎりで昭和の皆さんにもぜひ味わってもらいましょう。楽しみに。お台場だ。私東京お台場フジテレビにお邪魔しています、うん、はい。キラキラしてますね。出張お台場でイケメンズキッチン。どうか使った美味しいお料理、料理研究家の寺田真二郎先生に作っていただきます、はい、そうよ料理研究家でもしんちゃん。さあしんちゃん、はい、おにぎり作っていくということで皆さんも楽しみにされていると思いますが、まずはどんなお料理でしょうか、はい、まずはカニ気分のおにぎりを作りたいと思います。カニ気分のおにぎり、うん、そうです。材料は、はい、材料こちらです、はい、じゃーん。杉尾のロイヤルカリブ、そして、うん、こちらカニビーバーを使っています。ここがカニ風味なわけです。なるほど。ちょっと北陸って感じで、カニカマ、うん、実は金沢がカニカマの発祥の土地なんですよね、うん、そうなんですよね、うんうん、今カニ漁ね残念ながらもうすぐ終了なんですが、うん、今回カニ風味で昭和の皆さんにも味わっていただこうということで、はい、実は杉尾のカニカマ地震の影響で生産中止していたんですが、はい、今月6日から再開したということで、はい、皆さんもう石川で愛されるカニカマなんです。ね、金沢の方はみんなカニカマがすごい大好きで、うん、スーパーでもすっごい、そう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 なんです。そう、そんなカニカマ、そして我らがビーバー、ビーバーこれはもうご当地お菓子で大人気のがビーバーなんですけど、うん、そうです。ちょっと昭和の皆さんあまり馴染みなさそうですが、はいはいはい、石川で愛されるお菓子ビーバーの、うん、今回カニ風味ということでね、うん、いろんな味があったりするんですけど、揚げあられですよ、揚げあられ、カニ味を、うん、はい、揚げあられですね、これは、はい、美味しいお菓子を使って。でもこれでおにぎりですか。そうなんです、はい、早速作っていきましょうか。はい、行きましょう。いきますよ、お料理スタート。新鮮ですね。さあまずはさあすごい皆さん興味津々で覗きに来ていますが、気になったことがあったら質問してくださいね、うん、しんちゃん頑張ってじゃあまずは海苔を乗せて、ご飯をこんな感じで乗せていきます、うん、今日はいつもとおにぎりと違っておにぎらずっていう簡単に作れるタイプの料理を紹介していきます、うん、はいはいはい。じゃあまずちょっと下味で少し塩を振りかけます、うん。すごいギャラリーさんがいっぱい来てますね今日は。塩であんなに反応するなんて、リアクションすごい、ね、いいねリアクションが、振りごまね、美味しそうです。そして大葉、大葉いいですね、大好き、大盛り上がりじゃない、いいリアクション、大好き。そしてほぐしたカニかまぼこを入れます。たっぷり、そうなんですよ、やっぱねみんなにはまだカニは早いのでカニカマで楽しんでください。なるほど、まだ早いですよ、ね、まだ最年長だからしんちゃん。そしてこんな感じで、ね、マヨネーズをちょっとすいません、後輩たちに言ってるわけです。結構あれですね、カニは大きめにほぐすので大丈夫なんですね。そうですね、大きめにほぐして、うん、ざっくりでいいんですね。マヨ、あ絶対美味しい、もうこれで。相性のいいマヨ、マヨ、マヨ。そしてここカニビーバーがここで登場するんですけど、はい、すごいですね、あれはここちょっとほぐして、焼くんだ、そうなんですよ。これも粗めに砕いて、粗めに砕いて、井筒さんはすごく興味津々ですね、小沢、うん、ちゃん。井筒さん興味津々だとスタジオからでもすでに美味しそうです、ね、そう。でもどうですか、ちょっとお菓子とおにぎりね、結構もりもり、そういうことがないので、どういう食感とかも畳みます。それで OK です。で、ちょっと端を閉じて、もうこれで完成です。あっという間に止まりました。切っていきましょう。パンパンです。結構断面がね、普通のピザ、うんうん、お、じゃーん、拍手が、スタジオから拍手が湧いています。ありがとうございます。はい、こちらでカニ気分のおにぎらずの完成です、うん、あっという間でした。すごい、あっという間ですね。ちょっとびっくりするぐらい早かったですね。ちょっと皆さんも拍手が沸きましたが、うん、では続いてのおにぎりもいきますか、はい、まだ続いていきましょう、はい、こっちですね、もう一つ、はい、こっち、続いては、
金沢といえばやっぱり金沢おでん、そして金沢カレーなので、今回はこの2種類を使ったおにぎりを作っていきます。ちょっとなかなか見ない組み合わせですが、そして金沢カレー有名なんですけど、カレーを使ったサキイカを今日はおにぎりに入れています。冬の時期ね、県民の皆さんおでんも食べますし、そして金沢カレー、まあ、濃厚でちょっとドロッとしたカレーにカツが乗っているんですが、その有名店が出している、こう今日はサキイカを使っていくということなんですね。これはもう事前に僕が金沢によく行くのでお土産に買ってきたこともあります。食べたことあると、どうだったの？お酒が好きなのでお酒に合う当てとして、そうだったんですね。じゃあそれがちょっとおにぎりになるということで、では早速作っていきますか、はい、お料理スタロー。仲いいですね、昭和の皆さんね。いいね、おにぎりなんですけど、うん、簡単にできるように炊き込みご飯に今日はしていきます。はい、じゃあ今日お米2合に対して、今日おでんの出汁ですね、これも入れていきます。これも2合分です。そうするの、このおでんの出汁はもう練り物の美味しい旨味も入ってるので、さすがしんちゃん、ぴったりです。ありがとうございます。料理研究だ、入りました。ちゃんと料理研究家ですよ。はい、料理が気になる。で、おでんは1センチ角に切ってあります。うん、はい、具を切ってあります。そうなんです。はい、具はね、何でも大丈夫です。今日はちょっと金沢のね、赤巻だったり入ってますね。もう美味しそう、美味しそうですよね。乗せて、ここにカレー味のサキイカを入れます。お、もうここに入れちゃうんですね。これも1センチくらいですかね。はい、幅に切っちゃいます。で、サキイカからもいい出汁が出るので、めちゃめちゃおすすめです。お、もう全部まとめて炊いてしまうということなんですね。はい、うんうん、ではこれを炊いていきます。はい、はい、ということで差し替えましょう。差し替えましょう。差し替えます。炊いたものです。じゃあ行きます。この炊飯器、おざちゃんが持ってたやつですね。おー、へー、あー、いい香りですよね。すごい、ちょっとスタジオにほんのりとカレーのいい香り、昭和の皆さんもこう鍵に集まってきました。また集まってくる。すごい、もう家族みたいです。青山さんもめっちゃ嗅いでる。あの和風の出汁と、ありがとうございます。もともと和風の出汁とカレーって、カレーうどんでもあるように相性がめちゃくちゃいいんですよ。もう間違いない組み合わせなわけですね。なるほど。さあ、炊き上がったご飯、そしてそこにチーズ、カレーと混ぜてもいいので、チーズ入れるの、おでんにチーズ、ピザ用のチーズですね、入っていきます。そうなんですよ。で、びっくり、ハンバーあればパセリもちょっと入れちゃって、ちょっと洋風な感じになってきましたね。予想よりもパセリが入ったイメージ、突然イタリアンな感じよ。しっかり混ぜて、そうですね、チーズとパセリ、ちょっとチーズがとろっとしてきて、かけてきた、すごいじゃないですか。皆さんの前のめり加減も増してきました。なかなか組み合わせない相性。井筒さんがすごい前のめり。もうね、まあ、15年やってますんでね、さあそこからこれで握っていくんですよね。はい、もうあとは握るだけなので、ちょっとおにぎりですよ、ね、どなたか、あれ、小山さん、ちょっとしっかり握ってもらって、ボールに慣れ親しんだ。そう、元 J リーガーね。元 J リーガー、大丈夫ですか。サッカーボールじゃありません。よろしくお願いします。大丈夫ですか。ちょっと怪しい、ちょっと怪しいです。ちょっと握り方が、握りが丸くなってますね。ヘルプ、サッカーボールになっちゃいました。元 J リーガーなんでね、ちょっと三角にしてください。はい、じゃあしんちゃんに仕上げてもらいましょう。さすが、はい、あっという間。これラップでもいいわけですもんね。食べてみたいわこれ。本当ですね。いや、美味しそうな色で、ちょっとパセリを、とろっとチーズもさらにパセリとろけてますね、すごいね。はい、こちらで完成です。金沢おでんと金沢カレーの夢のコラボおにぎりです。完成です。いきました。2品出来上がりました、はい、早速お待たせしました。試食といきますか。はい、こちらにご用意いたしました。ここから皆さんに試食していただきたいんですが、はい、石川県が誇る食材を使って料理研究家のしんちゃんが作ったわけですから、石川県民の皆さんが納得するような感動するような食リポをぜひお願いしたいと思ってまして。ハードル上げましたね。どうですか皆さん、食リポ的に。食リポ初めてじゃない、ほら、初食リポ、こんなリフレッシュで。ちょっとまずは、カニ風味のおにぎりからいきたいんですが、我こそはという人いきましょう。我こそは、我が最年少2人で、おじさんやったっていうね。大丈夫、同じチームでワンちゃんタイプのユートさん、カニ風味のおにぎらずから、はい、
ぜひ召し上がってください。ではいただきます。いただきます。新鮮、新鮮だね。いっぱい入れすぎだよ、もう。さあ、井口さんどうですか。あのカニカマっていうことだったんですけど、もう本物のカニみたいにめちゃくちゃジューシーで、大葉との組み合わせもすごいいいです。あ、素晴らしい。そしてモグモグしてますが、塩田さんの状態。食べ過ぎなんだよ。でもあのこんなに白米とあのおせんべいのビーバーがマッチするとは思いませんでした。ビーバーの周りについてる粉がご飯に混ざってて、すごいふりかけじゃないですけど、新しい食感を。そうだね、はい、どうですか。しんちゃんが困ってたのはやっぱりポンコツでした。ちゃんとポンコツ食リポも思い出しましたかね。おせんべいの粉がって言いましたけれども、まあ美味しいってことですよね。ものすごく美味しいです。はね、それはおざちゃんもざっくりしすぎてると思うけども。はい、行きたいんですが、どうします続いて。そうですね、やっぱりこう88年組のお兄さんチーナ、もうやっぱ見本をやっぱ見せてもらったら。お兄さん見本お願いします。じゃあいいですか。では3人、はい、ぜひどうぞ。一度にどうぞ。いただきます。これ気になる、こっちの味の方が。ちょっとみんなよろしくお願いしますね。山本さんどうです。まず最初にのカレーの風味が来るんですけど、いいよ。その奥に、おでんの出汁のうまさ、コクが来て、3回ぐらい美味しいです。3回も。いろんな味がね。いろんな味が出ました。いいですよ。イカのね、ずっとしんちゃん困ってる。いいじゃないですか。噛めば噛むほど美味しい。たけちゃんどうですか。4回目。でもサキイカの歯ごたえもあって、あとチーズですごいまろやかになるんですよ。もう口の中が、あのなんて言うんですか、なんかメリーゴーランドみたいな。口のメリーゴーランド。ロマンチックじゃないですか。青山さん、ビシッと締めてください、はい。このカレーおでんおにぎりのリップクリームが欲しいです。リップクリーム。大丈夫ですか。おざちゃんとしんちゃん、エリカ爆笑してます。しんちゃん、スタジオの越村さんに大ハマりしてます。エリカすごい笑ってますよ。ありがとうございますということでございます。スタジオの皆さん、昭和の皆さんに味わってもらいました。どうでしたか。いや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 、本当に食リポね、あの皆さんお上手だったんですけど、しんちゃんが全部困ってましたね。あ、食リポ皆さんお上手だったんですが、全部プラダさん困ってたみたいです。いや、でも想像よりはすごい良かったです。素晴らしい。いや、リップクリームも販売しよう。素晴らしい食リポ。リップクリームも販売しようと言ってます。ぜひぜひお願いします。製造元はどこなんでしょう。さあ、プラダさんどうですか、はい、出張イケメンズキッチンやってみましたが。そうですね、もう3月30日に向けて、あのちょっと今回お休みさせてくださいって言ったところを、まさか来てくれることになるとは思わなかったので、追いかけてきましたね。石川県の皆さん、本当にありがとうございます。会いに行きますよ。今日は皆さんに実際にお料理を振る舞えて、はい、そうですね、もう美味しく食べてもらえてほっとしました。 ありがとうございます。皆さんもとても嬉しそうな表情してますもんね、はい、美味しかった、本当に美味しかった。毎朝作ってもらっていいですか。おー、ぜひ食べます。あ、食べます。またスタジオにも来てください。嬉しい、スタジオにも来てください、はい、お願いします。さあ、そして皆さんは今日この後11時50分から放送のポカポカに生出演ですね。はい、そうなんです。いちいち大体番組後半に出演して、今日も君の王子様を披露させていただきますので、ポカポカの話題になると急にたどたどしくなるような気がする。はい、そして30日土曜日には1000人収穫イベントもありますもんね。そうなんです、あります。3月30日イベントの意気込みをぜひどうぞ。はい、はい、本当にあのこのいつかまた石川テレビさんの方にお邪魔させていただきたいですし、その夢を叶えるためにもやっぱり3月30日、はいね、絶対に1000人以上の方に来ていただいて、はい、そのいい夢をつないでいけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は寺田さん、そして昭和の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。石川でお待ちしています。はい、はい、以上、出張お台場でイケメンズキッチンでした。いや、豪華だった。皆さん、ありがとうございます。嬉しい、すごい。いやいやいや、
いやどんだけ盛り上がってる。いやいや本当に、いやいや、うん、私の周りの友達昭和大好きで、うん、今日昭和出るんでしょ、うん、朝からメールが来てましたよ。ありました、はい、いや賑やかなイケメンズキッチンでなかなか新鮮でしたね。やっぱりなんかやっぱり昭和が言うとコメント力が価値がなんかすごい、ね、上がりますね。華やかでした、はい、いやあの2つの料理も気になったんじゃないですか。そうなんですよ、おにぎりすごく美味しそうで、ビーバー揚げあられ使っていたりおでん使っていたり、こう寺田先生によってより石川の食材の力を発揮してきたっていう感じ。いや本当見えましたよね。皆さん食べてますね。もぐ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 してます。もぐもぐタイムですね。はい、この後のですねポカポカでまた寺田慎二郎先生歌いますので、ぜひぜひそちらの番組もご覧ください。また30日土曜には1000人の集客イベントもあります。以上イケメンズキッチンでした。